室町幕府成立後も、新田氏は鎌倉府攻撃のため出兵しており、応安3年2月、新田方の挙兵に対抗するため、幕府は関東管領上杉義房と畠山元国を将として、この付近に本陣を構え、1万騎を本田一帯に布陣した。2月10日、本田にある船山付近で激戦が展開し、新田軍は善戦したが劣勢のため信濃へ逃れた。